私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。悪女な魅力を持つジャニーズトップは、資格第1位の目黒ハスは、若いのにヤバい。第1位は、スノーマンの目黒蓮。10月期には、福原遥主演の NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。川口春奈主演ドラマサイレント、フジテレビ系に出演することが話題の目黒は、12月に出演映画、月の満ち欠け、2023年春には主演映画、私の幸せな結婚が公開されるなど、俳優として引っ張りだこ。ドラマなどではクールな表情が多い目黒には、その年で、って疑いたくなるぐい若いのに色気がやばい、27歳、女性。パートアルバイト、若いのに落ち着いてるから、34歳、女性、自由業、自らセクシーな感じを出しているというのではなくナチュラルに、所作から色気が感じられる、33歳、女性、主婦、バラエティでは面白いところもあるけど、黙っている時の凛とした表情などは色気を感じる。38歳、女性、総務人事事務、ダンスをしている最中の色気がすごかった。29歳、女性、事務職、多く喋らないところも素敵。35歳、女性、横顔が特に綺麗。27歳、女性、自由業、ドラマでの演技がクールでセクシーだった。35歳、女性、など、様々な理由が上がった。資格第2位は、最近、色気が出てきた、セクゾ菊池風磨。第2位は、政財ゾーンへの菊池風磨。グループでセクシーといえば、中島健人のイメージだが、最近バラエティだけでなくドラマや映画で俳優として、バラエティとは違った真剣な表情を見せることが多い菊池が2位にランクイン。10月14日に公開される映画、もっと超越したところへ。では紐でクズな彼氏役を演じていることが話題の菊池にはアナンの表紙を飾っているのがすごく色っぽかった。31歳、女性、事務職、特に歌ってる時の色気がやばい。35歳、女性、主婦、唇がセクシー。36歳、女性、パートアルバイト、筋肉やスタイル、すべてかっこいい。30歳、女性、総務人事、友達ゲーム R4 での色気がやばい。34歳、女性、最近露出していることが多い。表情が良い。33歳、女性、主婦、大人の色気が出てきた。37歳、女性、コンサルタント、と絶賛の声が続いた。資格第3位のキンプリ平野紫耀は、ダダ漏れ。第3位は、KNG&PSの平野紫耀。10月に主演ドラマ、クロサギがスタートする平野。ドラマでのビジュアルが公開された際には、ネットでは、最高にゾクゾクする、このビジュアルは死ぬ、黒髪も似合ってる、最高すぎ、と絶賛の声が続出していた。平野を選んだ人は、雑誌の表紙で色気だだ漏れだったから、18歳、女性、学生フリーター。普段から優しい人だなと思っているが、あの美しい顔で優しくされることを想像すると、色気がすごそうでやばい。27歳、女性、主婦、声がハスキーで色っぽい。33歳、女性、最近大人っぽい雰囲気で、どんどん色気が出ている感じ。25歳、女性、企画マーケティング、かっこいい。とにかくビジュアルが最高。36歳、女性、可愛い顔と声のギャップ萌え。33歳、女性、事務職、など、メロメロだった。KINA の藤ヶ谷タホラーが現在、舞台、のかもしだれん、で主演を務めている。共演者の任性集合は、藤ヶ谷について、美しいというか、色気があるというか、と絶賛。投資稽古の際は演出家から、色気が出すぎ、というダメ出しもあったといい、藤ヶ谷は本番で普段よりも 20% ぐらいの色気で臨んでいるとコメントしていた。藤ヶ谷のように魅力に溢れるジャニーズは多い。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、色気がやばいジャニーズについて聞いてみた。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。
my guard up.